皆さんアロハ <laughs> おはようございます <laughs> ようこそマランナサグレイスフェルシップにいらっしゃいました、えー、今、えー、お盆休みということで、えー、あちこちから県外の方も来られてますしまたこちらから地方に実家に帰られているような方も多い中 こうして日曜日に教会に集まって、行動礼拝、対面礼拝を捧げることができることは、本当に素晴らしい恵みであり、特権でもあります。ただ、体調を崩している方も少なからずおられます。また、新型コロナウイルスの影響を受けている方もいらっしゃって、オンライン礼拝を余儀なくされている方もいらっしゃいますので、そうした神の家族のことも、 覚えながら取りなしていいいたただきたいと思いますで今からまたいつものように動画を1本見ていただきますがずっとスクリーンで見てきていただいた名言集にまつわる内容です。韓国の有名な牧師のショートメッセージであります。ですから日本語の字幕を見ていただいてもし字幕が読むのがちょっと大変だという方がいらっしゃれば後に <laughs> YouTube の方にアップしま,すしますのでそちらをまたゆっくりと見て確認をしていただきたいと思いますではしばし暗くしますのでご覧になってみてください「は,は,はになはにめまいのすのんおりそごぼよよ」「はなにめまいすむん」「さんしっかはみせんへまち 도대체 이 말씀을 가지고 세상에서 어떻게 사느냐라고 생각을 해요. 어리뼘 밤을 치면 기싸되게한대 얻어 때려야지 왜왼뼘 돌려대요? 겉옷을 달라고 그러면 속옷까지 어떻게 줘요? 근데 성경은 그렇게 하라는 거예요. 그렇게 하면 하는 사람은 복 받는다는 거예요. 안될것 같은데 된다는 거예요. 반대로 하나님을 대항하고 그 말을 거여가면 돌로 맞아 죽는다는 거예요. 다리가 부러진다든지 자녀 잘 되고 농사 잘 되고 만사 형통하고 금융이 잘 돌아가고 이게 문제가 아니에요 너로 거룩한 백성을 삼아 주신다 베드로전서 2장 9절에 보면 너는 택하신 적석이여 왕같은 제사장이여 거룩한 나라여 소유된 백성이니 라고 했어요 이게 다 이루어져요 우리는 이런 영적 자부심이 필요해요. 이러한 미래에 대한 기대감이 필요한 것이죠. 그런 일이 일어날 거예요. 여러분이 아이들을 데리고 학원에 이리 가고 저리 가고 하는 것이 복의 근원이 아니에요. 좋은 대학 나오고, 인류로 공부시키고, 아이비 학교에 보내면 애들이 잘될줄 아세요? 믿음이 있으면 애들이 잘 되고, 믿음 없으면 말짱 할 거예요. 마이브리그 보내고 하바도 보내고 뭐 예일 보내고 뭐 그때는 뭐 자기 아들이 그냥 세계에서 제일 뛰어나해가 천재 같아 하여튼 부모들의 착각, 지아 자식이 천재 같다는 거. 천재는 무슨 천재예요? 하나님 믿음은 천재래요. 학교 좀 좋은데 안 나와도 괜찮아요 우리가 볼때 이렇게 뭐면아저 시집 장가 잘 갔다 그거 다거예요 가서 맨날 싸우는 걸 어떻게 해 이혼하는 걸 어떻게 해 사회적으로 가문이 높고 유명한 사람일수록 심각해요 다 속이고 살고 숨기고 살아서 그렇지 그리고 행복한 철학 가장 행력만 열시, 열심히 하고 가면 무도에, 무도에 가지만 살아요. 그 내면에 진짜 행복한 사람도 별 없어요. 여러분, 하나님께 순종하고 사는 게 최고예요. 우리에게 학력도 없고, 또 금력 돈도 없고, 배경도 없다 하더라도, 거다말짱 헛것이고, 하나님이 여러분의 배경입니다. 信仰がなければ神に喜ばれることはできません今から私たちは神様に喜んでいただく時間をここで持ちたいと願っておりますけれども信仰がなければただここにいるだけでただスクリーンに映る歌詞を目で追って口ずさんだところで神に喜ばれる賛美を捧げることはできません信仰がなければただ聖書の言葉をメッセージを聞いているだけでは 神に喜ばれる礼拝を捧げることはできません全てにおいて信仰が求められております今私たちは誰を信じているでしょうか何を信じているでしょうか主が聖霊が今一人一人の心を探ってくださるように私たちのうちに不信仰があればそれは神に喜ばれるものではありません そのような不信仰を今、示された方は正直に死の見舞いに告白してこれからの時間最初から最後まで信仰に基づいた礼拝の時間となりますようにそのすべてが神に喜ばれて受け入れられるものだということを信じてこれからの時間を捧げていただきたいと願います。では最初に聖を 一すべ、えー、てそこに書かれている言葉は皆さんの信仰から出た言葉でなければ歌っている意味も価値もないということ改めて、えー、ここで注意して、えー、喚起していきたいと思いますので、えー、それに続く曲も一つ一つ知らない歌でも、えー、歌手を見ていただいて、えー、信仰を持って、えー、主に向かって捧げていただきたいと思います。では、えー、心一つにして 一に向かって賛美を捧げましょうお体の不自由でない方はご起立ください それでは皆さんと一緒に心を合わせてお祈りいたします天の父なる神様あなたが一人ごイエスキリストをこの世に下し下下り下らせそして私たちのいるその真っ只中まで使わせてくださいましたことをありがとうございますあなたが今も ここにいてそして私たちをご自分の子供として喜んでいてくださり私たちのこの小さな胸の礼拝を喜んで受けてくださっていることを信じます改めてあなたから与えられているこの信仰をもって一つ一つの言葉を歌いそしてあなたこそ 生ける誠の神でありそして私たちのどんな罪でも恵みを持って許してくださって清めてくださってご自身の御子イエスキリストの身姿に変えていただくことのできる力強い神であることを信じてこれからも礼拝をあなたに。 捧げていくことができますように導いてください。今日ここに集うことの叶わなかった一人一人、病んでるものや、またさまざまな事情で来れなくても来たくても来れない方々、あなたはすべてご存知です。その心もあなたはご存知ですから、どうかおかれている場所で、痛みの中にあってもあなたを賛美し、そしてあなたが礼拝を受けるに。 与えする方だということを体験することができますようにそしてまたあなたが癒しを与えて道を開いて共にここで礼拝の恵みに預かることができますようにお盆のこの時期にあなたのことを知らない多くの人たちとも行き合ったり関わったり しますけれどもどうかその中にあって私たちをあなたを知る者として固く立ててくださり妥協することなく揺るがぬ信仰を持ってまた愛を持ってそうした一人一人にあなたのことを証ししキリストの香りを放つことができますようにここから私たちを使わせてくださいイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン 客席ください。 b め t 요 それでは子どもたちはキッズチャペルに移動してください。 ではお待たせしました。アナウンスメントをいたします。まず先週十一日の MJF キッズの夏のイベントの感謝の報告からさせていただきたいと思います。皆さんの祈りと多大なサポートによって久しぶりに キッズのイベントを夏に行うことができましたキャンプという形ではありませんでしたけれども丸一日子どもたちも久々にですね特別なイベントに参加することができてとても楽しい祝福された時間を過ごすことができたかと思います詳しい模様はまたスライドショーの方にまとめていきますので で今日はちょっと時間の関係上あと人数も今日はいつもよりも少なめでありますので改めておそらく来週になるかと思いますがその時に報告会をさせていただいてスライドショーもその時に皆さんに見ていただきたいと思います。でまあ、怪我とかもなくてですね まあ皆さんは多分、一番心配していたのは私のことだったと思うんですけれども何 <laughs> かイベントのたびに怪我をしてというふうに皆さんご心配してくださって本当にありがたいんですけれどもえまああのほぼ毎回、怪我ないのに怪我をするというそういう。<laughs> ことでしたけど今年に関しては、私とのは悪い身ですでにあちこち、方タが来ていてですね参加も危ぶまれていたんですけれども子どもたちと一緒に参加することができて体も思いっきり動かすことができて結果、怪我なく無事に過ごすことができました。 これからもですね、コロナ禍であっても少しでも皆さんで協力しながら教会としての様々な活動アクティビティとかイベントも積極的に行っていきたいと願っております今日も感染者はまだ増えつつあると思いますし長野県全県で医療緊急事態宣言も 排出されていますしレベル6というですね感染警報も出てはいますけれどももうすでに皆さんもこの状況を大体もう把握されてその上でここに集まってきておられますのでこの中でも私たちは主によって守られて平穏をいただいてそしてまた大胆に 市を知る者としてもっと活動していく必要があると思います少なくともこうして集まることは継続していきたいと思いますのでまた感染防止にも重々対策を講じながらでまた今は夏ですから猛暑の中熱中症ももっと リスクがありますから、そちらも十分対策を講じながらですね過ごしていきたいと思います。で、今日は午後あ、ごめんなさい。もう一つは今日はあの8月の誕生会も予定していますが、その後普段と同じように食事の時間もここで持っていただきたいと願っておりますが、すでにお伝えしてある通り、まあ緊急医療緊急事態宣言と感染系 警報のレベル6が出ているのでなるべく会食の時はですね少しお互いの間をマスク外す関係上ですね少し距離を持つ必要がありますので全員が全員この街道の中で食事をするというのは避けないといけないと思っております。でですすかから一部ですね高齢者の方とと小さい子供とか あるいは体調があまり優ぐらない方を除いてはですね外の方に昼食スペースを用意していきますのでただ、暑いですからその辺は十分注意しながらですね階道の方はまは出入りしても構いませんから水分も取りながら日陰の方をなるべく探しながらですね午後もゆっくり過ごしていただきたいと思います。ですから ここではではすね、限られた人数で街道の中では食事をとっていただいてあとは立ったり座ったり外の方もですね利用していただきたいと思いますそしてタイさんのお母さん亡くなられたということは先週の日曜日発表して葬儀のためにもお祈りいただくようにお願いしてありましたが無事に終わってタイさんも今帰宅されているという報告も皆さん 意味にされてい,ると思いますただ今日はろいろといろん,、えーまあ、んな人たちとも接触もありましたしちょっと体調の悪い方も、えー、身近にいて、えーまあ、慎重に、えー、判断されて今日は自宅にいてオンライン礼拝をするということで連絡ありましたので、えー、本人は元気だと思うんですけれども。えー まあ家族が今たくさん家に集まってきているという状況なので取り出していただきたいと思います。えー、そしてと、えー、で、ね、一応そのぐらいですかねはい、えー、またあ夏休みなので何かしらですね。 公的なもの以外でも街道の方をなるべくオープンにして老若男女が集まったり交われ持ったりという夏休みならではのですね時間の過ごし方もここで持っていきたいと思っております。ですかかからまたた時間のある方とか何かしたいと何しいいう リクエストがありましたら声をかけていただいて少しでもみんなで一緒にここで何かできるように教会としても協力していきたいと思っておりますでは画家の一章3節の終わりのところですね続きを見てまいります「s o n ソノモン、o l o m o Chapter 1 verse 3」 ページですあもう一つ、えー、お伝えしておきたいと思いますがゆき子の母の方なんですけれども、えー、肺の方に水が溜まっていて、えー、その原因が 心不全から来ているということがもう皆さんの耳に入っていると思うんですがまだ水の方がですね心臓の方にもちょっと溜まっていて心不全の治療がまだ開始できない状況なので入院はもうしばらく家族とも会えない中でコロナ禍なので家族とも面会ができないのが一番つらいということなんですけれども体調の方はだいぶ楽になってきて。 病院で全面的にケアを受けてますからそこは安心なんですけれどもただ思ったよりも入院期間が伸びていてまだ退院のめどもついていないというのが実情ですので家族が皆守られていくようにお祈りいただけたら幸いですでは。 メッセージの前に皆さんでお祈りしてから、えー、主の御言葉をいただく,いただくように、えー、渇きを持って臨んでいきたいと思いますお祈りいたします愛する天の地なる神様あなたの皆を褒め称えますこうして神の家族が揃って御言葉の豊かな食卓に預かることができますことを心から感謝いたします この見言葉を通してまたあなたのことを深く知りイエス・キリストとの愛の関係をさらに親密なものへと豊かなものへと変えていただけますようにえそしてあなたを知れば知るほど私たちはあなたを愛するようになりますそしてあなたを愛するようになれば教会を愛するようになりあなたの言葉を愛するようになりそしてあなたの民を兄弟姉妹たちを愛するようになりますそして敵をも愛する愛をもって あなたのことを知らない人たちのところに私たちは使わせていただくことになりますのでどうかこの時間をその準備のためにもお持ちくださいますようにこの盆の機会にあなたが宣教の機会を与えてくださっておりますのでどうか、やめの中にある者たち罪や不信仰やまた偶像礼拝の中にあって 縛られたり不安を感じたり恐れを感じたり希望を失っている人たちにあなたの光をもたらすことができますように私たちを力強く用いてくださいその働きのすべてがあなたの栄光を表すものとなりますようにイエス・キリストの名前によってお祈りいたしますアーメンでは画家の「ス 1> 1章3節節のの続きをを見ててまままいりますだいりりすすだぶこの3節に時間を取っております、まあ、当初は2回ぐらいで終わる予定だったんですけれどもだいぶ時間をとっておりますがこれも精霊の導きであると信じて皆さんにも今日主が用意されている御言葉があるということを期待をして耳を傾けていただきたいと思います。 改めて3節を見します「あなたの香油は香りかんばしくあなたの名は注がれた香油のようそのため乙女たちはあなたを愛しています」特に最後の行ですね「そのため乙女たちはあなたを愛しています」というところを先週見て終わらせるつもりが時間が来てしまって途中で切ってしまいました。そののためというのは えー、その前の「あなたの名は注がれたいうのよう」とあるとおり、えー、このあなたの名というのを特に私たちは花婿イエス・キリストとしてですね、えー、その名がいかに素晴らしいものか紅葉というのは良い油というのが直訳であってこの油というのが古代イスラエルにおいては生活に欠かせないものであるというところも詳しく説明してきました。同じように 私たちにとってイエス・キリストは生活に生きる上で欠かせない存在であります。なくてはならないお方であります。そのため乙女たちはここにも私たちは自分自身を重ねて教会はイエスを愛していますというところを先週見てきたわけです。皆さんにとってイエス・キリストはどのような方でしょうか 特にここでは画家の学びを通してイエスが私たちの主である主人である花婿であるというところを強調して見ておりますなくてはならないお方だというかけがえのない存在であるということをここで皆さんに問いたいと思いますイエスはあなたにとってそのようなお方でしょうかどちらでもいいような存在でしょうか 絶対不可欠な存在と言えなければあなたは真のクリスチャンとは言えませんクリスチャンと呼ばれる者たちはイエス・キリストなしでは生きていけない存在だということを確認していただきたいと思いますキリスト者とも言いますねキリスト者からキリストを取ったら残るのは何でしょうか ただの者ですキリスト社とはキリストなしでは生きていけない人のことでありますそれが自分なんだということ皆さんは信じてるでしょうか本当にそう思ってるでしょうか別にイエスキリストなしでも私は生きていけますという人があるならばその人はキリスト社ではありませんクリスチャンではないと言ってるんです いやでも私は信仰も告白しましたしバプテスマも受けましたこの教会の会員ですメンバーですもう何年も何十年もここに通ってますいろんな教会にもクリスチャンの友達もいっぱい知っていて、えー、私はずっとキリスト教世界で生きてきておりますという人がいるかもしれませんがでももしあなたがキリストなしでも生きていけるとどこかで思ってるならば あなたは間違いなくクリスチャンではありませんですからここであなたはイエス・キリストを改めて自分の人生の主と自分自身の全てであるということを信じる必要があります心に迎えてそして救いを受ける必要があると言ってるんです、えー、もしそのような 決心を今日されるならばえー、主を喜んでくださいます今さらとかもう恥ずかしいとか、えー、とても、えー、そんなこと誰にも、えー、言えない今さらとあなたは思うかもしれませんがそんなつまらないプライドとか恥は金繰り捨ててください救いを受けているか受けてないかは えー、まさに死活問題以上のことですもしあなたが今日ここで絶命するならばキリスト者でなければあなたの行き先は天国ではないということです永遠の世界ではありますけれどもそれは永遠の命ではなくて永遠の滅びです永遠の刑罰です永遠の火です永遠の暗闇ですキリストがあなたの 全てでででなななけけれれば、ば、主ああたの行き先はそこであります。まだまだ死なないとあなたは思ってるかもしれませんがそんなことは決してありません先週タイさんのお母さんが突然事故で亡くなられましたまだ元気だったんですまた会おうねとまた一緒にご飯食べたり旅行行ったりしようねと でもそのまたという日は来なかったんです。年齢順とは限りません。ですから一言で思わないでいただいてもし今日があなたの命日になったとしてもイエス・キリストを信じてそしてキリストなしでは生きていけない人にあなたがなっているならばあなたは安心です。何があっても大丈夫です。 イエス・キリストがあなたに命を与え救いを与え罪の許しを与えそして道となって天国へいざなってくださいますそのことをですね、まあ、改めて最初にチャレンジしておきたいと思いますそうでなければこの画家の学びはあなたにとっては何の意味もない時間となりますイエスの名前が注がれた香油のようだと いうこの言葉が全くわからないんですだからあなたはイエスを知らずないままイエスを愛することもなくイエスとは何の関係もない人としてただ生きてそして死んでいくだけですそのような存在をですね今から画家を通してまた皆さんに少しでもお任せできればと思っております 改めてて節の続きとととして乙女たちというところを重点的に先週見ました、まあ、この「乙女たち」という言葉は単数形ではヘブル語では「アル・マー」という言葉であると言ってこの「アル・マー」という言葉は英語の金定約聖書などでは「バージン」と日本語で言う「諸女」というふうにも訳されている言葉だというふうに紹介しました。で最も有名な まあ箇所としてですね他の要例箇所としてイザヤの7章の14節も一つ取り上げましたアイザーチャプター7 verse14 いわゆるメシア予言の箇所です改めて振り返っていきたいと思いますイザヤ7章14節 開かかなくくてても結構でですす私の方でお見せしますから聞いいださいそれゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる見よ処女が身ごもっているそして男の子を産みその名をインマニエルと呼ぶこの処女と訳されているところにヘブル語のアルマーという言葉が使用されておりますでこの箇所は新約聖書のマタヤの福音書の方にも引用されていてその箇所も先週は紹介しました マタエの福音書の一章の23節に記録されておりますススチャプター1バーバこのインマンネルの名前は人となられた神イエス・キリストにも与えられている名前でそれがこの予言の成就であったということを先週確認しました。 神は私たちと共にいてくださる、えー、その方が私たちの救い主の名前でありますその名はまさにこういうのようです神様があなたと共にいてくださるいつでもどこでも世の終わりまで決してあなたから離れませんあなたが背を向けたとしてもイエスはあなたから決して離れませんまあ、そのような お方を私たちは自分の主として花婿としていただいております新約聖書でそこを引用する際にはまあ、ギリシャ語で当然引用しているんですけれどもそのギリシャ語の方ではパルセノスという言葉が諸女に使われておりますで、今から見たいのはこのヘブル語のアールマーあるいはギリシャ語のパルセノスという 処女を表す言葉あるいは未婚の若い女性を表す言葉が聖書では象徴的なものとしても使用されておりますからそのところをですね先週少しだけ触れたんですけれども時間の関係上カバーしきれませんでしたのでその続きを見てまいります新約聖書の方に飛んでいきたいと思います 第一コリントの七章の十四節 1st コリンティアン1 at chapter 7 verse34 第一コリント7章の34節開きたい方は336ページです 心が分かれるのですというその後ですね。独身の女や未婚の女は身も心も聖なるものになろうとして主のことに心を配りますが、結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世にこと世に世のことに心を配ります。未婚の女性というところ、まあ、これは処女とも訳せますね。パルセノスというギリシャ語がてられり使われております。でそのような 諸女とというのは主のは主ことに心を配るものだとありますねもちろんこれはキリストにある諸女のことです。キリストにある未婚の女性のことを言ってますね。そうでなければ独身貴族です。主のことなどどうでもいいですね。自分のことに心を配って、自分の好きなこと、やりたいこと、もう時間もたっぷりにあります。 お金もそれなりりににありますから自由に使えるわけです市民に莫大な時間やお金を投じたりですねそしていろいろな自由を満喫するわけですけれども結婚して家庭を持っていますと自分だけの時間というのはあまりないわけです家族に使えていかなきゃいけない いわゆる家族サービスもありますしそういう独身の時にはできたこともですね自由にできたことも結婚するとですねなかなかそれが難しくなるともちろん家族などを放っておいて独身のようにして勝手にわがままに振る舞うという人たちも当然いるわけですけれども基本的には で言われているような独身のクリスチャンというのは主のことに心を配るものであるとそのために今は結婚せずにいるあるいは独身として召されているんだという自覚を持つわけです乙女と呼ばれる人たちはまさにそういう人たちですね主のことに心を配るどうやったら主に喜ばれるだろうか常にそういうことを考えている人たちのことでありますもちろん クリスチャンの既婚者でも主のことに心を配ることはできますし主に喜ばれることを心がけているということは叶うんですけれどもでもそれ以外にも自分の伴侶のために子供たちのためにあるいは自分の親や義理の両親や親族のためにさまざまなことをそこにまた含めないといけないわけです。ですからなかなか先進するということはできないわけです。 結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を配りますという部分がどうしてもハンディというふうになっていくわけですもちろん、えー、優劣を言ってるわけじゃありません、えー、結婚に召された人はまた特別な神様の働きがありますからそれはそれで、えー、また後にエペソの5章のところなどで皆さんには確認していただきますけれども今は特に独身の 女性未婚の女とあるいは少女乙女という存在についてどうあるべきなのか彼らはどういう存在なのかというところを皆さんには確認していただきたいと思いますで他にもですね第2コリントの11章の2節のところも参考に読みしますセカンドコリンティアンチャプター11 verse2 第2コリントの11章の2節私は神の熱心をもってあなた方のことを熱心に思っています私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですからこの処女というところにパルセノスという言葉が使われておりますでこれはもちろん教会のことを指しているのは 前後を見ても明らかでありますですから教会は清純な処女であるということこれが聖書の教えでありますで厳密に言うと今私たちはイエス・キリストと婚姻関係にありますけれども婚約している状態ですねまだ結婚式は挙げていないというそういう関係でありますただ事実上もうそれは婚姻関係に入っていると イスラエルにおいて婚約しているというのはもう法的には結婚と見なされているこれはヨセフとマリアの関係もそうでありましたねですから今私たちはそのようなものだということここにいる全員が清純な諸女であると聖書はそう言っているんですで私たちは主のことに心を配るものだということそれ以外のことに心を 奪われてはならならいものだということと、ねえー、忘れないいいよううに注意していきたいと思いますで、えー、もう一箇所、お目示録の14章の4節5節レベレーションチャプター14、バーセス4説45説、目示録の、えー、14章の4節と5節 開きたい方はページですこの人たちは女に触れて汚れたことがない者たちで童貞である彼らは子羊が行くところどこにでもついていく彼らは神と子羊に捧げられる初歩として人々の中からあがない出されたのであるこの人たちというのはその前を見ていただくと14万4千人と呼ばれている人たちです。で まあここちょっと時間をかけて詳しく説明するわけにはいかないので割愛しますけれども世の終わりになりますとイスラエル十二部族からそれぞれ1万2千人ずつこのような特別な人たちが選ばれていきます合計14万4千人で彼らは全員童貞であると英語の聖書ではバージンという言葉を使ってますね女性だけじゃなくて男性にも使われておりますでこの人たちは 言うなれば全員がパウロのような伝道者です世界中出て行って世の終わりに福音を伝える人たちとして描かれておりますで、その特徴としては彼らは汚れがない人たちですね子羊というのはイエス・キリストのことですイエス・キリストが行くところどこにでもついていく人たちそれが 少女あるいは童貞のクリスチャンの特徴であると言っていいと思いますね。まあ、これは厳密には教会のことを指しているんじゃないんですけれどもただ聖書の中で「少女とか「童貞と呼ばれている信仰者たちはそのような特徴を持っているということを皆さんにお伝えしておきたいと思うんですね。先ほど見たところは「主のことに心を配るもの」あるいは「清純なもの」そしてここでは「 羊イエス、キリストが行くところどこにでもついていく人たちそういう特徴があるんですねそれは私たちの教会の特徴でもなければならないということをここで教えておきたいと思います私たちはどれほど主のことに心を配っているでしょうかこの時間主以外のことに心を向けていないでしょうか そしてあなたは清純な処女だと言われていますイエス・キリスト以外のものを愛していないでしょうかイエス以上に愛するものが他にあるでしょうかもしそうならばあなたは霊的寛員の罪を犯していることになりますそれは偶像礼拝の罪でもありますそれが汚れでありますね イエス・スキリストが行くところどこにでもあなたはついていく人でしょうかイエスは弟子たちに私についてきなさいとおっしゃいました私のもとに来なさいと何度も何度も招いておられますそれが弟子と呼ばれる人たちですね私たちはイエス・キリストについていくものであります常にあなたの先に子羊イエス・キリストがあるいは羊飼いイエス・キリストが おられて、えー、あなたはその足跡を歩むものですその足跡に習うものですそれは全クリスチャンの特徴でもあるんですが、えー、教会の特徴であるとそして同時にそれは独身者、えー、未婚の男性も女性も含めてですね、えー、そういう人たちはフルタイムで、えー、そのように主についていることができますもちろん肩書きなんかいりません 独身の人たちがこの中に大勢いますね学生もおります10代の人たちもおります将来結婚する計画があるかもしれません主の御心が、えー、なるように願いながらも今まだ結婚していないならばあなたのやることはもう決まっております何をしたらいいかわからないという独身者はこの中には一人もいないはずです今取り上げたことが 皆さんがすべきこと本来の姿であるということなので暇な時間はありませんやることがなくてとかもう時間を持て余しているとかお金も何に使ったりかわからないとかそういう独身者はこの中には一人もいないはずなんですね今しかできないことがありますあなたにしかできないことがあるんです今すべきことが あなたの立場でもうすす。ででに与えられてるんですでその適応は教会にももちろん広がってきますので教会としてどうなのかということも同時に問われております。でそういった象徴的な意味をですね踏まえていただいて私たちが改めてイエスを愛してるかどうか。 画家の一生の三節のところにそのため乙女たちはあなたを愛していますと言われてますね乙女であるならば主のことに心を配っています乙女であるならば主が一番です交じり気のない清い心で主を死体求めています清純な処女ですねそして子羊の行くところどこにでもついていきます 羊のいないなところには足を踏み入れません。そこにイエス・キリストがおられるならばどこにでも行きますでもそこにイエス・キリストがおられないならばそこには行きません関わりませんそうやって身を守っていく罪汚れから身を守っていくものでもありますで、まあ、一番のモデルは「 処女マリア乙女マリアであるということは先週少し触れましたまあ実在の人物なので分かりやすいかと思います旧約聖書の中にもいろんな乙女たち登場して先週も何人かは紹介しましたけれどもその中でも突出しているのがイエスの母と呼ばれているマリアでありますで、まあ彼女 のことについてはですねそんなに説明はもういらないと思うんですけれども、えー、ルカの福音書の、えー、方にもですね、えー、また以外でも、えー、マリアのことを述べてる少女として述べてる箇所がありますからそちらもちょっと先週開いていない箇所なので開いていきたいと思いますルカの福音書の1章の方ですね。こののマリアの姿と あなたの姿、教会の姿を重ねながら紐解いていきたいと思います。えー、ルカの福音書の一章、えー、まあ先に三十四節を見しますね。三十四、三十五とお読みしますので目で追ってみてください。ルカチャプターワンバージェス thirty four and thirty five。マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。 私は男の人を知りませんのに男の人を知らないということは処女であるということですそして三十五節に光飼いは彼女に答えた「精霊があなたの上に望み糸高き方の力があなたを覆いますそれゆえ生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれます」ま。そ、あ、それでその箇所を持ってですね マリアが処女であってそしてマリアの身に起こったことはこれは神の驚くべき見であるとということを見て取ます多くの人は処女が解任するとか処女降誕なんていうのはもう孤頭向けな話でとても信じがたい、えー、こんなことが書いてあるから聖書なんか信じるには大しないんだとただの伝説神話 ものえー、ただの作り話だと、えー、とてもこれが信頼のおける真実の書とは思えないと多くの人がそこでシャットアウトしてしまうんでありますねしかしこのことは聖書は予言の成就としてても述べております先ほどのザヤの7章十四節の予言の成就はその中の一つにすぎません ええ、諸女から救い主が生まれるという。そのことは実は創世記からすでに述べられてきた内容でありました。現福音と呼ばれている箇所があります。創世記の三章の十五節ですね。ジェネスチャプター、スリー、バースケプティーン。ええ、まあ、ここは私の方でお見せしますから、聞いていただきたいと思います。創世記の三章の十五節。 私は敵意をお前と女の間にお前の子孫と女の子孫の間に置く彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つこれが現福音福音のオリジナルと呼ばれている箇所ですねこれもメシア預予言です女の子孫とありますけれどもこの子孫という言葉は単数形です複数形じゃないですねですから彼と いうふうふに受けけてるわけですで、えー、まあ他の役としては「女の種」というのが直訳になります。種というのは、えー、生死を意味する言葉でもありますね。えー、でも、えー、女の種とか女の生死といっても何のことかさっぱりわからないわけです。不可解な言葉になりますね。えー、でもまさにそれが諸女 端を表表すす特別な表現であります、えーまあ、イエス・キリストのことがここに予言されているわけですけれども、えー、どうして諸女から生まれなければならなかったのか、えー、それはイエスが特別な存在だったからであります、えー、普通に結婚して、えー、その両者から生まれてくる子供では生まれながらに罪のある存在となってしまうわけですすで、えー、に 人はあ堕落したものでありますので、えー、結婚関係もまたあ最初から堕落しているものと言えるわけです罪と同士が結婚するわけですから当然のことですねしかし処女から生まれることによってそのような人間の堕落の影響を受けずに罪がない特別な存在として生まれてくることができます まあ、分かりやすい例で言いますと現代では受精卵を代理母の子宮に移植してです、ね、代理出産をするということも最近ポピュラーになってきましたけれどもそういった飢金の例を挙げるとですねなんとなくイメージができると思うんですね。生まれてくる子どもと代理母の間には血縁関係はありません。 ですから厳密な意味ではマリアとイエスの間には血縁関係がないというわけです。ただ女から生まれたものということもですねガラティアの4章の4節に書かれていますし「女の子孫」という言葉も先ほど読んだ創世紀の3の15にもありますので明らかに人間の性質を持ったものとして生まれてきたと。 100神ででああり100人でもあるただし堕落した人間の影響は1%も受けない0%生まれながらに罪との私たちとは全く違う形で生まれてきた存在これがユニークなお方イエス・キリストでありますマリアの乱死は堕落した者の,の乱死ですから罪の影響を 受けているんではないいでしょううかという疑問も湧くと思うんでですねでも先ほど読んだルカの福音書の一章の35節にある通り「精霊がマリアの上に臨み糸戸咲き方の力がマリアを覆う」と書いてありましたそれゆえここがポイントですねそれゆえなんですそれゆえ生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれるわけです。これが人のの手によるものならば 受精卵を移植するような形ならば、こうは行かないわけです。でも、それとは全く違って、聖霊が。ここには。実は、よく読んでいただくと、三位一体の神が登場します。え、聖霊。三位一体の第三威嚇と呼ばれる存在、聖霊なる神ですね。いとたたき方。これは、第一威嚇の父なる神のことです。そして。 生まれる子は聖なる者の神の子聖なる者の神の子これが三密体の第二威嚇こなる神神の御子イエス・キリストのことを言っていますここに聖三密体の神が関わってるわけです、えー、ですからこの諸女戒人、そして諸女降誕というのは特殊な出来事であった三密体の神が関わって実現したことだと、えー まさに神業ですねですからこれを科学的に証明できないからこんなことは非常識だから信じられないというふうに言う人たちにおいてはですねそれはもう神とといいいう超自然的ななな存在を前提としない限りは話が通じないわけです何でもかんでも科学で立証できるわけじゃありませんし科学が絶対でもありません。 でもそこには確かにおられる目には見えませんけれども確かにおられる生ける誠の神が介在されているそれを信じるか信じないかそこにかかっているわけです皆さんは聖徳太子を知っていると思いますでも聖徳太子というのを知っているのは年いった人だけです <laughs> えー、最近の人たちは聖徳太子とはと言いません教科書にも載っていたし一万円札の顔でもあったことはもう皆さんはおなじみがあって、えー、もう日本を代表する存在とまさに、えー、この人がいなければ今の日本がないぐらいの、えー、そういう偉大な存在だと認識されてきたと思うんですけれども今の子どもたちは聖徳太子は知りません。と、えー、との王とか馬屋との巫女という 名前で知っていま,すまあそういう教科書が書き換えられているということも皆さんは知らないでいたかもしれませんけれども聖徳太子というのはもう使われなくなって馬屋戸の王あるいは馬屋戸これは馬小屋を意味してますね家畜小屋のことですどうしてそういうふうに呼ばれるかといいますとこの馬屋戸の馬屋戸の王とか 馬と王とか馬宿の巫子と呼ばれるかつて聖徳太子と呼ばれていた人はですね馬小屋で生まれたとされ,るされてるわけです。えー、西方のですね西の方の久世勘世音菩薩というものがこの、えー、かつての聖徳太子のお母さんの口の中に入ったと。 で体内まで入って、えー、そこで身ごもったのが馬との御子馬雇を聖徳太子とかつて呼ばれていたものだというふうに伝えてるわけですそれを聞いたら皆さんどう思いますかそれはファンタジーでしょうと <laughs> でもそういうファンタジーが教科書に書いてるわけですでそういうファンタジーが、えー、日本の政治の礎を作ったというふうに 今でも呼ばれてるわけです。日本は仏教の国ですと、自負する人たちもあります。お葬式はほとんど仏教式で行われると。昔から先祖伝来、私たちはこの仏教を大切にして、お墓を守り、仏壇を守ってきたんです。お盆だって大事にしているんですと。 そういう人もいっぱいいますけれどもその大元はもちろんブッダでありますねシャクソンと呼ばれていますけれどもこのシャクソンお釈さんですね彼はお母さんの右脇から脇腹から生まれてきたとされていますでいきなり生まれた途端に歩き出してそして右手を上に上げて左手を下に天上天下指が独尊と いいきなり言言葉を発したと言われてますでそのブッダもですね吐卒点という白い象さんがそのブッダのお母さんの体内に入って身ごもったと言われてるんですそれを聞いたらまさにそれはファンタジーでしょうとそんな作り話誰が信じますかとでも日本人はみんな仏教徒です仏さんを信じてるわけですね そんなコート向けの話を多くの人たちが信じてるわけです大事にしてるわけですなのにイエス・キリストの誕生物語処女解任処女交代については一周するわけですそんなものはとても信じられないとでもしっかりと精査するとイエス・キリストの物語というのは 他のものとは比べようがないものであって他の伝説とは全く異なるものだということが分かってきますイエス・キリストは死からよみがえりましたそのことも作り話ではありませんもっと言えばイエス・キリストは全宇宙をお作りになられた創造主でもありますそうしたことがただの作り話ではないということを聖書から知ることができます 信じないという人たちは聖書をまともに読んだことがない聖書を学んだことがない人たちの主張でありますからぜひそういう人たちには聖書を読むように学ぶようにお勧めしていただきたいと思います。日本の天皇の初代は神武天皇といいますねこの神武天皇は神の子孫です。 女神とされているアマテラス大神の孫とされていますでそれが今の天皇家にずっと受け継がれているわけですね BC キリスト紀元前711年の1月1日に生まれたとされていますそして BC585 年の3月11日に没したと言われています死んじゃったわけですけれども神ですけど 127歳で死んだとされてますそれだけでももう伝承でしょうと神の孫なのに死んじゃったっけ死んじゃったと127歳長生きでしたけれどもでその人が作った国がこの日本という国だと言われてるわけです BC660 年の2月11日が建国記念の日となってますね日本が建国された日 まあこれれは祝祝日としてて今もお祝いされているわけで,すでもそれはもちろん史実でないということは皆さんは何となく分かっていると思います今私たちが見ている画家はこの国が建国されたとされるその年月日よりもはるかに古い時代の歌を皆さんと一緒に見ているわけです これはソロモンが書いたとされております。ソロモンという人は神武天皇よりも300年も前の人です初代天皇よりも天照大神の孫とされる人よりも300年も前の人その人が書いたのがこの画家であります BC1011 年頃に生まれたとされていますですから今私たちが見ているのは奉納無形な 作り話ではなくて歴史上の人物の書いたものでありそして聖書の記述というのは今も覆されていないそういう歴史的にも科学的にも信じるに値するものとして世界中の人たちに愛されているそういう特別な書であります。一部の 時代の一部の地域にしか通用しないようなものじゃないんですもちろん神武天皇信じているという人私は否定しませんけれどもでもそれは世界中の人たちが受け入れるものとはちょっと違いますね愛国心からそのように思いたい願いたいという気持ちをわかりますでもそれが歴史的事実として世界中にまんべんなく 受け入れられらるかというと,そうではないといううそで,、ね、でもソロモンにしてもイエス・キリストにしても、えー、その存在は世界中の知識人にも受け入れられるものでありますいわゆる科学者とか専門家と呼ばれている人たちにも、えー、そのことが認められていますので、えー、信じるに値するものだということを改めて覚えてほしいと思います。 ちょっと話が飛んでしまったんですけれども今私たちは乙女という言葉を見ているわけです。「処女」というふうに訳される言葉ですね。ですからこの処女解任についてもルカの福音書を書いたのは医者のルカです。医者が処女解任なんて当然信じないはずですね。ででもそそそのののルカがが書いいたたたたわけですそのこここととは実際に起こったことでその時代に生きていた人たちが 存在する中で福音書が書かれてきたわけですそれが何百年も経った後に誰かが勝手に創作したものだったらば当にこの書は消えてなくなっていたと思います。でも実際にこの書が書かれたのはマリアが生きている間に書状としてイエスを身ごもって産んで育ててそしてそのイエスが罪のない生涯を送って 最後は罪を負って十字架にかかって死になられて葬られて3日目によみがえってそのことをずっと見てきた生き証人がいるそういうさなか書かれたのが福音書でありますあるいはパウロの書いた手紙福音書よりももっと古い時代のものも中には含まれております。そこには確かにイエスが少女から生まれたということ罪のないお方として生まれて生きたということが書いてあるわけです。 そのような神の言葉を信じて私たちも今ここに集められております神の言葉が何と言ってるのかそれが全てです人が何と言ってるかあなたがどう感じるかそのことに振り回されないように注意していただきたいと思います中にはいくら聖書にそう言われていても聖書に 教会はキリストの花嫁、清純な処女と言われてるけれども、私は教会の一員だけれども、全くそういうものではありません。清純な処女なんかとんでもない、罪けがれています。本来私はここに来るべき存在じゃありません。そういう人もこの中にあると思いますが、でもそれはあなたがそう思ってるだけです。 いや人はそのように私のことを見ているはずだとそれはあなたがそう思い込んでいるだけですもしその人が確かにあなたのことをあなたが主張する通りのものだと口にしたとしても聖書はそう言ってないわけですあなたがどんなに罪深いものであろうとイエス・キリストを信じているならばイエスはあなたのその罪のために10時間かかって死んでくださってそしてあなたの罪を全て許してくださる そしてあなたを聖純な諸女として清めてくださるそれが聖書に書かれている事実なんですそのことあなたは信じなければいけないんです聖書に書かれていることが、えー、あなたが注目すべきことであり信頼すべきことであり、えー、それによってあなたは自分のアイデンティティ、えー、自分の価値観判断基準 人人生生のの指針人生の土台を築き上げていかななければなりません神の言葉以外でそういったものを築き上げようとするならばもろくも崩れます必ず裏切られます失望させられます振り回されますそれらはコロコロ変わってあなたを振り回し続けますね。聖書は変わりません あなたの感情がどうであれ世の中の価値観が目まぐるしく変わろうとも聖書は変わりません神の生きた言葉として権威ある言葉として力ある言葉として今も神の御業を成していきます御心を成し遂げていきます神のご計画はこの御言葉通りに進められていきますここに書かれている通りのことが必ず成就してきますね マリ,アのマリアの身にも神の言葉の通りのことが起こったわけです。あなたの身にも同じことが起きます。精霊があなたの目に臨まれるとき。あなたは、少女、解任をします。つまり、神の子があなたのうちに宿ると言ってるんです。これは、神でしかできない身技ですね。で、あなたは、マリアと同じ、 体験をするるこことととが精霊によってできるということもちろん私たちは性別は違いますけれどもでもこれは霊的な体験として三位一体の神があな,たにあなたの救いに関わってくださるということですねこれはあなたが何者でも等しく神は言葉通りのことを 成就してくださるということを信じていただきたいと思いますマリアも私たちと変わらないただの人間です生まれながらに罪のあるそういう普通の少女でありましたそれでも彼女は選ばれたわけですあなたも取るに足らないものに移ってるかもしれませんが神はそんなあなたを選んでくださいます で。ルカの福音書の一章の三十八節のところをちょっと見ていただきたいと思います。ルカの一の三十八。マリアの言葉です。マリアは言った。ご覧ください。私は主の八、八ためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。すると見御使は彼女から去ってい。 主のした目です召使いの女です女奴隷ですと告白しているわけですマリアは自分のことを下辺と見ていたわけです主がイエスキリストで私たちは下辺であるとそういう関係ですね ですからもしあなたがイエスを自分の主と心で信じて口で告白するならば男性だろうと女性だろうとあなたは主のしもべでありますでもしそのような関係を持っているならばあなたもマリアと同じ体験をします神の言葉があなたの身になるということです聖書に書かれていることがあなたの生活のうちに成就していくということです実現していくということですね このの間まで見てきたベタニアアマリアという女性、彼女も私が大好きな女性であり尊敬すべき女性として時間をかけて皆さんに紹介してきました彼女がした行為もまさに奴隷としての行為ですね行為をもってイエスの足を拭ったわけです自分の髪の毛を使ったわけですけれどもそれはまさにしもべの仕事です こののベタニアアマリアもおそらく少女でであったたと思われまます結婚はししていませんでしたで彼女の持っていた財産それがナルドの交友と呼ばれていたものでこれは結婚持参金に相当するものであったということも説明しましたのでこれをイエスに全て捧げ尽くすその入れ物までも、えー、石膏の壺までも割ってしまったというのはもうす。 取り返しのつかないことですね惜しみなく注ぐそれはもう彼女は結婚をいわば諦めて全てをイエスに捧げたという象徴的な行為もあったわけです自分の将来をイエスに全て捧げるそれはなぜかというともうイエスとはこれが最後だと彼女は確信したからですイエスが死なれるということイエスの足元で イエスの前に聞き入っていた彼女はそのことを信じたわけです他の弟子たちは誰も信じませんでした再三にわたってイエスは語っていても誰も信じなかったんですでもベタニアのマリアだけは信じたわけです彼女は主のしもべでしたそして主の行かれるところにはついていったわけです主のことに心を配っていた女性です まさに乙女あるべき姿ですね少女,の少女の性質を持った敬、えー、験な女性だったわけです。でそういうベタニアのマリアにしてもイエスの母と呼ばれているマリアにしても、えー、そういう特,特徴があったわけですね。えー、主の発しため、えー、主に身を捧げたもの 変身者ですね。そうしたものがイエスを愛するようになっていくのは当然であります。ベタニアのマリアがした行為は人から見れば奴隷の仕事ですから卑しいことイスカリオタのュダにおいてはそれは無駄なこと全く評価されませんでしたイエスを愛する行為。 イエスを礼拝する行為イエスに全てを捧げる行為は無駄である何の生産性もないこと何の役にも立たないこと他の弟子たちも同調したということが福音書からも知られておりますしかしイエスだけは違ったんです彼女のした行為は良いことです立派なことです私にとって役に立つことですと最大の評価を与えて そして絶賛されたわけです福音が述べされるところでは世界中どこででもその人の記念として語られますとこれほどの褒め言葉はないですね他の男の弟子たちには与えられておりませんですからこのベタニアのマリアにしてもまたイエスの母マリアにしても 共通しているのは主のため下辺です主を愛してその身を捧げた者たちキリストなしでは生きていけないという人たちそういう特徴を持ってますね確かに彼女たちは特別な存在でしたけれどもでもそれはあなたにも言えること私にも言えること 関係ないというふうに聞き流さないでください。あなたのことを言ってるんです。私たちのお手本としてモデルとして取り上げられててるだけで、取り上げられてるだけで、えー、本来の姿をここにイエスが見せてくださってるわけです。聖書がそのことを私たちに分かりやすいように、えー、教えてくれてるわけです。 乙女は,少女はを愛するその特徴をですね他にも他の箇所からも見ていきたいと思うんですが目視録の19章レベレーションチャプター19 私たちは喜び楽しみ神を褒めた太陽子羊の婚礼の時が来て花嫁は用意ができたのだから八節花嫁は輝く清い天布をまとうことが許されたその天布とは生徒たちの正しい行いである、えー、花嫁が出てきましたこれはもちろん私たちのことですねキリストの花嫁と呼われている教会のことですで21章の、えー ま2節私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花,花嫁のように整えられて神の御元から天から下ってくるのを見たとんで9節ラス9また最後の7つの災害で満ちたあの7つの鉢を持っていた7人の見つかの一人がやってきて私たちに語りかけた「ここに来なさいあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう」。 ここは天国の描写でもありますけれども新しいエルサレムという名称もついていますそれが花嫁というふうにも呼ばれていますがこの教会街道この空間これも教会と呼ぶわけです厳密には教会堂というわけですけれどもでも本来教会というのは建物を指すわけじゃないですね ここにイエスによって呼ばれた人たちのその集まり集い世の中から贖い出されてこの罪の世界から贖い出されてイエスによって召された人たちの呼び出された人たちの集団が教会ギリシャ語でいうところのエクレシアというものでありますでその人たちが集まっているこの場所が建物ですけれどもやはり教会と呼ばれるわけです。それと同じようにに天国にも 教会があってですねでもそれは同じようにですね集団を指す場合とその集団が住んでいるところ活動しているところ存在しているところもまた教会というふうにも呼ばれたりするわけです花嫁と呼ばれたりするわけですねまそういう姿を見て先ほど見た第二コリントの11章の 二節三節のところちょっと読みますから聞いてくださいまた聞いていただきたいと思います先ほども開きましたけれども <laughs> 第二リントの十一章の二節三節に「私は神の熱心を持ってあな,たもあなた方のことを熱心に思っています私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから」 このの状態から子羊の婚宴つまり結婚式に私たちは今向かっている最中であると婚約状態から子羊の婚姻と呼ばれる結婚式あるいは披露宴に私たちは今向かっている真っ最中だということですね。 で3節に「蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたようにあなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと私は心配しています」せっかく婚約しているのにまだ結婚式を挙げていないのでそれはまでの間いろんな誘惑がやってくるわけです誘惑者である蛇が悪魔がサタンがささくわけですそしてエヴァの思いが汚されたように私たちの思いが汚されてしまう そういういことをパウロは心配してるわけですキリストに対する真心と純潔から離れてしまうんではないかキリストに対する真心と純潔これが清純な諸女の持つべきものですそこから離れないこと今私たちに求められていることですそこから離れなければ私たちはキリストを愛し続けますでも離れてしまえばキリストを愛さなくなってしまいます 他にもですねえエペソの5章25から27エフィジアン5、25-27エペソの5章391ページです夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさい。 キリストがそうされたのは御言葉ばにより水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためでありご自分で染みやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですここにも清純無垢な処女の姿が描かれております教会はイエス・キリストによって 清純なものに変えていただける自分が清純な諸女とはとても思えないとあなたは感じていてもイエスが御言葉の水の洗いによってあなたをそのようなものに変えてくださる今読んだ通りシミやシワやそのようなものが何一つない栄光の汗になるもの傷のないものとなった栄光の境界にしてくださるとこれは私たちの働きじゃなくて イエス・キリストの働きであると言われてますですから聖書に書かれていることを信じてください自分のことを見ちゃうとシワだらけ、シミだらけ、傷だらけ汚れきってますそう思ってなかなかイエス・キリストを愛そうとしません自分にはそんな資格はないんだとそんな関係は持てないんだと勝手に見切りをつけて諦めてしまいます でもそうじゃないんだということを知ってくださいイエスはあなたのことをあなたが思う以上に情熱的に愛していますもう過去のことは今さらどうにもならないそう思って諦めてしまうかもしれませんがイエスはあなたの過去をあがなうことができますイエスはあなたの現在を 助けることができますそしてあなたは未来からも救われていくあなたはこれから先もずっと救われ続けていきます清められていくわけですねその方に全てを委ねてほしいと思いますでその他の箇所として ピリピの一章の10説フリピアンスチャプター1のバース10「ピリピ人への手紙の1の10」あなた方が大切なことを見分けることができますようにこうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり394ページですね開きたい方は。 えー、純真という言葉も清純と似たような言葉ですね類義語と言っていいと思います、えー、この純真という言葉は純潔というふうにも訳せますピュアという言葉でもありますね英語で言うあるいは純粋と聖書協会の共同訳の方では純粋と訳してます汚されていない偽りがない誠実な様を 表す言葉です、えー、同じ言葉が第2ペテロの3の1にも使われていますセカンピーテロチャプター3バースワン1第2ペテロの3章1節1百476ページです <laughs> 愛する者たち、私はすでに2通目となる手紙をあなた方に書いていますこれらの手紙により私はあなた方の記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせ,立た,せたいのです純真というところに使われている言葉ですね皆さんの心は今どんなでしょうか純真な心は今 奮い立ってるでしょうかそれとも悩いてしまってるでしょうかもはや純真ではなくなってしまっていないでしょうか純潔とか純粋とも訳される言葉ですねで、今度はフィリピの2章の15節フィリピアのチャプター2バース15フィリピアのチャプー2 フィリピ人へののの手紙の2章の15節これも参考に読みしますから聞いてください。開きたい方は396ページです。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な時代のただ中にあって傷のない神の子供となり、ここにも純真という言葉が使われています。言語のギリシャ語では、先ほどの言葉とは違う言葉ですけれども、日本語では、 同じような類語としてて使われていますこれも混じり気がないという言葉から来ているもので他にも素直と訳されたりします。鳩のように素直でありなさいとイエスが言った言葉にも使われていますね。で第1ペテロの,あの第一テモテの五章の,あの4章の12節 1st i m o t h y chapter 4 verse 12。 1> 第1手持て4の12421ページ第2手持て4の12あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさいむしろ言葉態度愛信仰純潔において信者の模範となりなさい、えー、純潔これも 同じような意味を持つ言葉ですね。やはり混じり気がない純粋さを表す言葉です。で、今第一ペテモテ開いているようであれば、五章二節、First Timothy chapter five r s e t 第一テモテの五の二には、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさい。 ここにも同じ言葉が使われています、まあ、特にここでは異性に対して純粋な心で汚れない心で交じり気のない心で接するようにという器用さが求められていますそして第二コリントの「六章六節」 2カンドコリン n t h i a n s c 6 verse 6第2コリントの6章6節また純潔と知識寛容と親切精霊と偽りのない愛そこにも純潔という言葉が出ていますいろんな箇所を複数開いておりますがこれは皆さんに覚えていただきたいんです同じような言葉がこんなにもたくさん使われている その心を奮い立たせたく立たせたくて、今いろんな箇所をあえて時間を取って皆さんに開いていただいて確認をしております。私たちにとって欠かさないものです。清純な少女の花嫁として必要な特目性質と言っていいと思いますね。これを私たちはあまり注目せずにいるかもしれません。 そうなると私たちは本来のあるべき姿からかけ離れてしまいますあまり意識してこなかったという人がこの中にいるかもしれません純粋とか純真とか純潔とかそういう言葉はなかなか日常の生活の中でも耳にしないかもしれません口にしないと思いますでも聖書にはこんなにもたくさん使われている私に向けられた言葉として これれれ私たちが忘ててしまううからということいここでで何度も何度度ももリマインドされているわけですこの言葉から遠ざかるようにこの言葉の概念から私たちが離れていくように蛇が皆さんを騙しているわけです誘惑しているわけですこの重要性に気づかないように注目しないように普段から意識せずに考えないように そのように敵の働きがあるということも覚えてほしいと思いますそしてもう一箇所はテトスの 2, 2章の5節タイタスチャプター2 verse5 テトスの2章の5百432ページ先ほど3冊読みましたがテトスの2の5に「包み深く締結で」 締結とというところこれも同義語ですね。これは第二コリントの十一章二節にも使われていた言葉で、聖純とそこで訳されていました。第一ペテロの三章二節のところでは、純粋と訳されています。1st Peter chapter 3 verse 2。第一ペテロの3の2。夫はあなた方の妻たちの神を恐れる。 純粋な生き方を目にするのですクリスチャンの妻は神を恐れる純粋な生き方をする人たちですそれをあなたの夫は目にしてるでしょうかで全く同じ言葉が第一ヨハネの「3の3」に出てきますその言葉だけでは具体的にイメージできませんそれはどういう生き方なんでしょうかと 首をかしげると思うんですが第一ヨハネの三の三に同じ言葉が使われています。1st verse chapter John 481ページ「キリストにこの望みを置いている者は皆」この望みっていうのはその前を見ていただくとキリストに似る者になるという望みです。今は似て非なるものです。恥ずかしいけれどもイエスキリストにはそっくりとはとても言えないでもあなたには希望がありますね。 聖書にそのことが約束されているからですキリスト」にこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くしますですから同じ言葉なので先ほどの歌唱からも、えー、妻は神を恐れる純粋な生き方これは清い生き方というふうに見訳せますねそれイエス・キリストのような生き方と単純に言えばそういうことですイエスが読まれたように歩むということ その姿を夫が妻の生活ぶりに認めていくそれが先ほどの第一ペテロの3の2の話でしたねでヤコブの3の17も同じ言葉を使われていますジェームズチャプター3 verse17 ヤコブの手紙3章17節。 しかし上からの知恵は上からというのは天からこの地に属さない神由来の知恵です上からの知恵はまず第一に清いものです知恵の筆頭に挙げられるのは清さですねこの清さというのは先ほどから見ている締結とか清純とか純粋とか同じ言葉です まず第一に清いものですそれから平和で優しく協調性があり哀れみと良い身に満ち偏見がなく偽善もありませんまず第一に求めるべき知恵は清さですこのことはあまり考えたことがないかもしれません私は知恵というと生活の知恵をイメージしてハウツーをすぐに思いつくと思いますいろんな情報いろんなノウハウでも まず第一にそれは清さですこの清さを求めなければ後に続くものがあなたのものにはなりません平和とか優しさとか協調性とかみんな喉から手が出るほど欲しいものですねでもその前に求めるべきものがこの清さであります清くなければ神を見ることはできません 清くなければ知恵の生活は始まらないわけです愚かなままですねまそのことが聖書の教えとして私たちに与えられておりますのでこれが乙女の姿処女の姿ひいては教会の姿です妻のことばっかり言われているとあなたは思うかもしれませんが夫は そのことを一言に考えてはなりません私たちも教会の一員ですから同じことが求められてるんです私たちのうちにも神を恐れる純粋な生き方清い生き方が認められなくてはならないですもっと言うと私たちはキリストの姿を、えー、まさに、えー、妻以上にですね 求めなななければならない存在です教会のために命を捧げたそのキリストの姿を夫は模倣しなくてはならないえ妻は教会がキリストに従うように夫に従うだけで、えー、命を夫に捧げようとは言われてません命を捧げるのは夫の方ですね、えー、ですから この時もっと真剣に聞かなければならないのはもっと深刻に受け止めなきゃいけないのは夫ののの立場の人でですすああなたは命を懸けててこのこととに取り組む必要があるる言ってるんですもちろん妻だって命を懸けなくていいと言ってるんじゃないんですけれどもでもそれはまずは夫が命を懸けて体を張って取り組まなきゃいけないことだということ。 そうすればあなたの妻があなたの言うことを聞かないなんていうことで悩むことは一切ないですそれをするならば次の瞬間から妻はあなたの言うことをべてに耳を貸しますあなたの言うことをべてに従順に従いますどうして耳を貸さないのか聞く耳を持たないのか一切あなたの言うことを重んじないのか尊敬して言うことを聞かないのかそれはあなたが伴侶のために 命を捧げていないなからですただそれだけの理由ですね妻が頑固だとか傲慢だとか堅くなだとか強情だとかそういうことじゃないんです夫のあなたが夫の私が命がけで妻を愛していないからその一語につきます言い訳できないものですね イエスはそうしてくださったんですだから私たちはイエスに従いたいと思うわけです喜んでこの身を捧げたい従順になりたいそう思うわけですイエス以外にはもう考えられないわけです他の男性に行こうとか他の神に行こうとか他のものに信頼をして頼ろうなんて思わないわけです私のことをどれほど愛してくださっているのか知れば知るほど 私たちは清純、純粋純潔純真清さそうしたものをさらにですね追求するようになりますイエス・キリスト以外は求めない願わない従わないイエス・キリスト以外には考えられませんキリストなしでは生きていけませんキリストが私のすべてですとそう自然に 言えるようになりますそれがもう当然のことですと。で、えー、話を戻したいと思うんですが大事、えーまね、画家のテキストの一章の三節では乙女たちはあなたを、えー、つまり私の花婿イエス・キリストを愛しています。教会はイエスを愛するものです。 この教会の名の由来は第一コリントの16章の22節から来ていますマラナサという言葉言語のアラム語のマランアサから来てますね英語ではマラナサというわけですがその第一コリントの16章の22節に書いてることを今読みますから聞いてください。主を 「愛さないものは呪われよ」「主を来てください」「まらなさ」というところですねその前の「主を愛さないものは呪われよ」というところそこが注目すべきところです教会は主を愛するものです主を愛しているならば主を来てください「まらなさ」と「早く会いたい」 早く結ばれたい今婚約してるわけですから、えー、ずっと遠距離で暮らしてるわけですもちろんイエスはここにもおられますし私たちのと共におられますし私たちのうちにも住んでくださっていますでもまだ私たちは本当の意味では一体ではないわけです子羊の婚姻がまだ住んでないわけですイエス・キリストとまだ 結婚はしてないなわけです厳密には婚約している状態ですから主を来てくださいとそう願うのが当然のことですね愛してればこそです愛してなければ別にそんな主のことなんて待ち望まないわけです早く結婚したいと思わないわけです結婚式が日取りが決まってればその日のためにあなたは準備するはずです 毎日毎日そのことで頭がいっぱいです今のあなたはどうでしょうか何で頭がいっぱいでしょうかあなたの心は今どこにあるでしょうか主を愛さない者は呪われよと書いてあります目視録の22章の17節も意味しますから聞いてくださいレベラーション 22, 17 22章の17節「御霊と花嫁が言う」「来てください」「これを聞く者も来てください」と言いなさい乾く者は来なさい命の水が欲しい者はたラで受けなさい御霊と花嫁も来てくださいと花婿イエス・キリストに向かってそう言うわけです御霊というのはもちろん精霊ですね 私たちを通しても来てくださいと学んなさと言ってくださるわけですですからあなたが救われているならば本当のクリスチャンならば精霊が住んでいますキリストが内住されているわけです三密体の神精霊とこなる神キリスト当然切っても切り離せない関係ですね その三密体の神の結びつきがまた私たちにも影響を与えるわけです三密体その神様が一つであるように私たちも一つになることそのことが神の御心として明かされておりますそしてイエス・キリストはペテロに対して「あなたは私を」 愛しますかと。愛するかと。問いかけられました。ヨハナの福音書の21章の後半のところを読んでみてください。ジョンチャプター2116節以降です。Verse16 and following。3回イエスはペトロに対して「あなたは私を愛するか?」と。3回ペトロは公の場で。 イエスのことを否定したわけです。裏切ったわけです。イエスなんか知らない。そんなものとは何の関わりもないんだと。でも、そんなペテロをイエスは許して、そして回復してくださったわけです。あなたのことも同じように扱ってくださいます。あなたの裏切りを、あなたの否認をイエスは許してくださいます。もしあなたが、 主の身元に立ち返ればあなたは何も恐れることなく受け入れていただきますそして同じ言葉を耳にするはずですあなたは私を愛するかとイエスが今あなたに同じことを語っておられますどう答えるでしょうかヨハネの福音書の14章の「 15節ジョン・チャプター14、Verse15 お読みしますから聞いてください。ヨハネの福音書の14章、15節もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。23節 Verse23。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。 そうすれば私の父はその人を愛し私たちはその人のところに来てその人と共に住みますイエスを愛するならばイエスの戒めを守るはずだとイエスに従うはずだと書いてありますね当然のことですあなたが夫を愛しているならば夫に従うはずです夫に従わないのはあなたが夫を愛してないから単純明快ですね 口ではイエスを愛すると言ってもイエスの戒めを守っていないならばイエスに従っていないならばあなたはイエスを愛していない,でい,ないわけですあなたは私を愛するかとイエスはあなたに問いかけられております第一ヨハネの五章の二十説1 John chapter 5 verse 20第一ヨハネの五章の二十節 あ 4, 章4章ですね。1st John Chapter 4, verse 20。第1ヨハネの4章20節以降、読んでいきますから、目で追ってみてください。開きたい方は484ページ。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。 イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです生んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛しますこのことから分かるように神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです神の命令を守ることそれが神を愛することです神の命令は主にとはなりません5章3節までお見せしましたキリストを愛するということこれはもちろん神を愛すること 等しいですね神の子供たちを愛していないならば、兄弟姉妹を、クリスチャンを愛していないならば、教会を愛していないならば、あなたはイエスを愛していません。イエスを愛していない者は呪われよと書いてあります。教会を愛さない者は呪いを受けることになります。これは警告として聖書に書かれていることです。 これも当たり前のことですねイエスが教会を愛してるんですイエスは教会をご自分の体と呼んでるんですキリストを愛する者は頭だけ頭だけ愛することはないですね体全体もキリスト自身として愛するわけですですですからクリスチャンは当然イエスを愛すべきですけれどもイエスの体である教会も愛するものでありますそうしたことで私たちはイエスへの愛を 図ることができますイエスの命令を守るとかあまり細かいことは考えないこともよろしいです単純に今私は兄弟姉妹を愛してるだろうかここにいる人たちを愛してるだろうか夫婦ならばあなたは妻を愛してるだろうか夫は キリストのごとく命を捧げなければその愛は口先のものであります言葉や口先で愛するのではなく行いと真実と思って愛そうではありませんかと第一ハネの三章十八節に書いてます1 John Chapter 3 Verse 18口で言うのはたやすいです主を愛しますイエスを愛しますと いくらでも歌えますでもそれでは不十分ですねで時間が来ましたので改めて、えー、テキストの画家の一章の3節に戻って頂い,いて今日は閉じたいと思いますそのためお友達はあなたを愛していますそのためイエス・キリストのその名前のために名前というのは その人自身を指していますイエス自身イエスの性質属性権威力そのため私たちはイエスを愛していますそのため私たちは兄弟姉妹を愛していますそのため私たちは教会を愛していますイエスのことを知らなければ愛することはできません スポルジョが言った通りですねイエスを深く知れば知るほど深く愛するようになるイエスのことをあまり知りませんイエスの名前なんか知りませんインマニュエルという名前は聞いたことがありますクリスマスにも登場しますからでもイエスにはもっとたくさんの名前があるということをこの間の学びで少しお伝えしましたイエスのことをもっと知る必要があります画家が まさにそのイエスのことを知る上では最適な書の一つであることは言うまでもないです個人的にイエスを知るでも聖書66巻が全てイエスを明かしするものであるというところを何度となく確認してきましたので画家はただのラブソングではないこれはイエスのことを明かしする書物だという認識で私たちは学んでいるわけですでも66巻全てがそうだと言っているわけです そのためにあなたは聖書を通俗をするんです。イエスを個人的に知るために。でもちろん知るところで終わらないですね。知ったらもうあなたは完全に俗根になります。イエス以外のことは考えられなくなります。寝ても覚めてもイエスのこと。四六時中イエスのこと。思うようになります。慕うようになります。愛するようになります。もしそうなっていないならば、あなたの聖書の読み方は間違ってます。それで聖書を読んだ気にならないでください。 イエスを愛するようになっていなければあなたはちゃんと聖書を読んでいませんただ字面だけを追ってるだけですあるいは自分が読んだという自己満足を持って聖書を通読したと、えー、そう自分に言い聞かせてるだけのことですねですからここに書かれている通りイエスを愛するようになるまではあなたはイエスのことを明かししている この書物から離れてはなりません。これを読んでイエスを知ってイエスの性質属性イエスの力権威知れば知るほど感動しますここに歌われている通りあなたの香油は香りかんばしくあなたの名は注がれた香油のよう食べる時も食用にもまた、えー、医療用としても また儀式にも、えー、化粧とか、えー、そういったありとあらゆる分野領域においてこの油が重宝されるようにイエスはあなたの生活の全領域において必要不可欠な方となりますこの方なしでは何も考えられない私を離れてはあなた方は何もできないとイエスははっきりおっしゃってます。 教会のの中だけの話をしているんんじゃないんです家庭でも職場でもイエスとのつながりそれがなくてはならないものだ人間関係においてイエス・キリストを無視しないでくださいそして食べる時もイエスを無視しないでください化粧する時も医療行為をする時も もちろん儀式と呼われるこの礼拝の中でもイエスを忘れてしまうことがありますその都度あなたの純真な心を振り立たさなくてはなりませんそういう話をですねこれから先もずっと画家を通して皆さんに伝え続けますので今日はこの3節終了ということでまた次回見心ならば4節以降 見てまいります。えー、本当にこっから先もですね、イエスを体で感じる、五感でイエスを感じて、えー、そしてイエスがあなたにとって最も身近な存在であるということをですね、知っていただく体験的に知る、えー、内容となっていきますので、えー、ますますイエスとの距離が縮まっていくものであります。ワクワクしながら楽しみにしながらこれからの画家の学びにも望んでいただきたいと思います。 では、えー、これで一旦閉じますけれども、えー、体の不自由な方あちょっと痛みを感じる方は座ったままで結構ですが一緒にお祈りする時間を取ります。 聖書によれば私たちが全てをかけて神を愛さないことは罪だと言われています半分の心でイエス様を愛していますそれは罪です心を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいと言われていますあなたの全てをもって愛さなければそれは命令違反であり罪であります 私たちは皆その意味においては全員漏れなく罪人であるとここに告白せざるを得ませんでもそのことをまずここで告白しながらそれでも私たちは神様を愛していきたいイエス様に従っていきたいそう願う者たちであろうはずですイエスを知ったものでありますからそれは共通しているはずでありますもしまだイエス・キリストのことを個人的に自分の好き主として信じていない受け入れていない方は 今がチャンスだと思ってみてくださいそのうちにと思っているかもしれませんがそのうちはあなたの想像上の日のことでありますそのうちその日は来ないかもしれません今が確かなことです今が現実です今この時イエスを信じなければ次がないかもしれませんそのことをチャレンジしますので ぜひ一緒に祈ってくださいイエス・キリストを自分の主として受け入れる救いを受け取るその祈りを一緒に捧げてほしいと思いますでその他のの既に花嫁とされている方は純真な心を奮い立,立たせてほしいと思いますそんなものじゃないはずですもっともっとあなたはイエスのことを知るべきですもっと熱い情熱的な愛でイエスに身を捧げていくべきでありますそんな自己満足で終わらないでほしいと思います ここれで十分だとということはありませんもしそう思っているならばあなたはすでにバックスライトしています交代してるんですねそのことを改めて一緒に主の前にお祈りしたいと思います天の地の神様あなたが今日この時間を通してお語りくださった一つ一つあなたからのメッセージとして真摯に受け止めますどうかイエス・キリストを自分の主として 信じていない人がこの中にあるならば今この祈りの中で一緒に心を開いてイエスを自分の主として迎え入れる祈りを捧げることができますように自分の罪を代わりに背負って受けるべき罰を十字架で負ってくださって代わりに死んで神の怒りをすべて引き受けてもはや罰せられることなくすべての罪が許されて永遠の命をいただいて神の子供とされる。 そんな素晴らしい救いの働きをしてくださったイエスを主と信じて受け入れますその方は三日目によみがえって今も生きておられますそして今もその方と共に生きることができいつか顔と顔を合わせてまみうる日が希望として与えられていることも信じますどうか救いを今日受け取りあなたの恵みを持ってどんなものでも救われることを信じることができ この瞬間から新しく生まれ変わって新しいものとして神が共にいてくださる人生を生きることができますようにそして花芽とされている私たちもまた純真な心を失いかけておりましたどうかあなたが精霊を持って御言葉を持ってこれまで以上に熱い情熱的な思いを持ってあなたに応えることができるように促してください 奮い立たせてください先週よりも今週昨日よりも今日もっとイエスを知って愛することができますようにそしてあなたが迎えに来てくださるその日までその純潔さが失われることがないように怪我されることがないようにお守りください御言葉の水の洗いを持って日々清めていただけることを感謝しますシミやシワや傷も すべてイエス・キリストによって癒していただけること麗しく清くしていただけることを心から感謝いたします何も恥じる必要はありませんイエスにあって私たちは罪許されそしてここにまた知恵をいただいて清く生きる歩みもさせていただけることを心から感謝いたしますイエス・キリストの名前によってお祈りいたしますアーメン E この後ちょっと時間もしてるんですが8月の誕生会も引き続き執り行いますで今日は、えー、特別にですねあのラウバさんたち、えー、一家とか、えー、あと、まあ、倉田家の多くの家族が来てくれましたのでまた歓迎していただいて、えーまあ、少しでも残って交わりの方に加わっていただければ幸いです えーまあ、ちょっと今のところですね、えー、誕生会のためにお時間をいただければと思いますが、えー、子どもたちも降りてきますので、えー、しばらくちょっとお待ち頂い,いて準備をいたします 2> 1, 2, 1, 2ではあの8月生まれの方、えー、恥ずかしがらずにステージの方に上がってきて頂い,いて。 えー、ちょっと子どもたち来るまで待ってほしいと思います <laughs> どうぞ他に、えー、今日、あのーまあ、本来いる人が、えー、いろんな事情で来れなかったりもしてるのでちょっと少なめになってると思うんですけれども。 結構多かったですね。8月ね、ね。あの全部で14人いるそうなんですけどね。今日はちょっと全員は多分集ま集まることはできなかったと思うんで。 日付で日付で言ってますか日付順に言ってますねなってるんですか 大体お揃いですかねこ,こんな感じですか今日は、はい、じゃあ本当はもっと多いということなんですけれどもあの順番にちょ今日は8月の誕生日日付順に皆さん向かって右手から順番に並んでいただいているということなので日にちともちろん名前とですね差し支えなければ年齢も披露していただいて共に誕生日をお祝いしたいと思います。 辻本京子と申します。8月5日で64歳になりました。中村由美子です。8月8日で45歳になりました。辻本敏弘です。8月10日で年は教えない。<laughs> 小林ナ子です。えっと8月11日で66になりました。徳永洋子です。8月の18日で50歳になります。なるです。はい、<laughs> 徳永智弘です。えっと19日で50歳になります。 宮沢キャロリンです。二十日で六十九歳になる。二十二日で後期高齢者の仲間入り。小林です。<laughs> 石田周一です。え、二十八日で五十三になります。 真由美です、えっと、30日で63になります。 子どもは1人目ないのかな、8月は <laughs> 平均年齢が非常に高い <laughs> <あの笑> MGF のファミリーのえー誕生月になっておりますけど <laughs> 一番若い人で50歳かな40歳あ、40あ、あそっか。 由美ちゃんが最年少ということで <laughs>、えー、とても違和感のあるあの <laughs>、はい、全員揃えいましたかね、はい、じゃあほか、まあ、にもいらっしゃるということなんで、えーまあ、残念ですけどね今日は代表で皆さんここに立っていただいております いつものようにバースデーソングはたくさんいるので皆さんということで一緒に歌ってほしいと思います。うん あの消してみてください焼け出しないようにいいですかはい。ではあの皆さん代表して祝福の祈りをさせていただきます恵 <laughs> み深い天の地なの神様、えー、この8月にも、えー、MJF として、えー、神の家族の誕生日をお祝いできますことをありがとうございます毎月毎月、えー、誰かしらあなたが誕生月に、えー、特別な人たちを与えてくださっておりますけれども この8月もまた特別な一人一人あなたの特別な存在としてこの月豊かに祝福されてそしてあなたが生み出してくださったことリストと出会わせてくださったことそしてたくさんの恵みによってこれまでも支え続けてくださってこれから先もその恵みは尽きることがないことを豊かに味わって過ごすことができますように。 その家族もまた一緒にあなたが祝福してください教会としてもまたあなたの祝福を受けてここに立つ一人一人にも分かち合うことができますようにそして彼ら一人一人も教会にとって大きな祝福となれますように用いてください霊肉ともにこれからも守ってくださって体も弱ってくることも全てあなたに委ねて痛みやまたつらいところ 不具合も含めてあなたがよくしてくださって体を持ってあなたの栄光を表すことができますようにすべての支柱もあなたが備えてくださいイエス・キリストの名前によってお祈りいたしますアーメン皆さん改めておめでとうございます じゃあのこれで一旦ですねあの礼拝式の方は閉じますけれどもこの後は昼食の時間でいつものようにこの街道スペースはお年寄りとかですねまた小さい子どもたちのために特別に使用するようにして残りの方はなるべく外の方で少しでも日陰を探していただいて。 えーまあ、一応あの、えー、タープとか、えー、日差しを避けるものも用意していきますので、まあ、そういったところをご利用いただきたいと思いますでは、あとは皆さん自由にお過ごしください。